3年かぶりにアウトドアジャパンに来ました。今回ノースフェイスないみたいだけどね。でもいきなりちょっとかっこいいのがジープっぽいのが見えてかっこいいね。人めっちゃ多いね。ああ暑い。ちょっとワクワク。三菱ブース、しかもなんか、あ、うわ、え、登っとるやん、やば、デリカね、しかも、え、やば、おもろそう。あー、これあれやん、トライ、なんとかやろう、トライトンやん、すごい。しかもなんかデリカで登るイベントやってるし、あーすごっ、うわ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 、マジで、え、マジで怖すぎやろ。まだ上まで行くんかね。えー、後から撮ったの。ちょっと一発目のデリカ三菱ブースがすごかったけど、他も結構すごいね。開放的で最高。ここだよ。え、ほんとや、マリオみたいね。あー、これが DOG で、すごいね、ほんとおしゃれなもんね。あ、ほんとや、子供がおるわ。DOD か、しゃがんで5秒、やってみた、何してんの、何してんの、しゃがんで5秒できるかとかやったらしい。これ意外と簡単よ、ね、あ、おお、びっくり。これが楽しそうやね。はい、ちょっとびっくり、ランクル70が、俺も初めて見たわ、新しいです。めっちゃかっこいいね、めっちゃかっこいいね。少し前にお進みください。これなんていうランクですか。300。いや、ママと後ろがいい。この下のください。さあ、ついに乗ります。お出口はこちらになります。普段何に乗られてるんですか。普段、実はもう最近廃車になって、やっと車を買ったんですよ。あ、そうですか。はい、さあ、ランクル70についに乗りました。からこんなの行くのよね。まず最初ローラーで滑りやすい路面ですね。そうすると普段後輪駆動なので、今後輪が滑ってる状態でミラーちょうど滑ってる。ああ、本当やん。でこれがレバー入れて四駆にしても前も滑るので結局進んでいかないんですが、ここからアクセル踏むだけで電子制御が走れたり、あとはデフロックといって、これ入れると後ろの右と左が同じ回転になるスイッチなので、どっちかが滑っててもちゃんと走るよっていう。っていうか、このレトロの作りになってるんですね。もうすごいな。昔ながらですね。はい、じゃあ肩を上げます。うわ、マジですごいね、これ。30度ぐらい。やばー。今度この近くまで行ってるんで、まだ。やばい。本当すごいね。落ちるところやっても。海外、道がないようなところも入ってから、意外とああいう角度であったりします。はい。で、また。今度はモーグルですね。これ使うと僕はアクセル踏んでなくても登っていっちゃう。へえ。ちょっとやばいやばいやばい。ちょっとやばい？さっきのすごかったね。さっきの相当斜めやった。ここで空回り。うわ。でここから行きたいよってアクセル踏むとコンピューターがスリップ止めるので、スイッチ走っていきます。これ普通の車じゃもう完璧アウトですもんね。全然いけないですね。はあ。でデフロックっていうのを使うと今度は4つのタイヤ同じ回転なので、なるほど、タイヤが浮いてても、はい、進んでいっちゃいます。こういう感じでふわふわと浮いて。うわ、スタンレーとかこっちのブースも、これはグッズ系やね。ちょっと面白い、ワクワクするね。パパに鳴らしてる。
はい、どれ描きましたか。これ。うわ、めっちゃ上手やん。もうすぎやろ。ほんとうまいね。よし、もうちょっと次行くぞ。行こう。これ面白かったか。ちょっといい。虫がついておりました。黒い毛違うやつじゃないか、それ。重っ。違うって言うの？ならいいやないか。あ、二人だけやん、しかも払う。あー、このほんと子供部屋やね、ほんとすごいね、ほんとめちゃめちゃいいやん。ハロー、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 ハロー。うわうわ、デリカってね、背が高い割に意外と重心が低いんでね、まだ大丈夫です。これで20度、こっからさらにずっと倒して倍以上、40度ちょっとまで耐えることができるように設計されてます。はあ、まだまだ余裕なんですね。もうちょっといきましょうね。デリカはね、ボディがすごく丈夫に作ってあります。はい、今右の前浮いてますね。左に締めますよ。中がねじれちゃうってことがほとんどないんですよね。なるほど。それだけボディがしっかりつけられているということです。かなりね、今タイヤ浮き上がってたんですけど、全然大丈夫ですよね。はい、では次は、ね、はい、見ていただきますね。目で見えるようにね、今日はね、作ってあるんでね。こちなみにナビ11インチですか。はい、ナビの大きさ。あ、そうかな、あの一番一般的な大きさのやつですね。はい、じゃあね、見なすと空回りをしてますね。くるくるとね、これスリップした状態を作っています。なので今この車は右の前と左の後ろ、対角にあるタイヤが同時にスリップしてます。これね、いわゆるスタックした状態です。まずは最初20度です。これで20度、もうちょっといきます。はい、30度になります。ここで1回止まります。デリカはここから坂道発進で登れますよ。はい、登ります。ブレーキ離して後ろ下がんない機能。わわわわ、ひっくり返す、ほんと。あー、これで45度。すごいな、ほんとぶったれそうやな、これね。大丈夫なんです、デリカミニバンでもこんなことができちゃいます。 はい、じゃあ降りていきますね。この車はディーゼルエンジンなんで、すごく力が強いです。今のでね、だいたい2000回転ぐらい、半分ぐらいのアクセルで上まで登ることができちゃいますね。ミニブでケントが乗っております。乗ったらそうか、多分もう15分待ちだし、多分。めっちゃ並んでる。結構並んどうね、ほんとやね。動物しかも水。見て、これより、向こうまだ上上がるぞ。水とお茶どっちがいいの？うわー、すごいね、ほんと。やったよ、あれやったよ。あれやったね。うん、あんちゃんとまいちゃんと。やってる。あ、これでも全然動かないといけなかった。さっきひよこさ、こうやって触った。ナイス。ひよこ、こうやって触った。はい、今年も結構面白かったたね、はっきり言って、うん、ちょっとアクティブな感じだし、まあ、俺的にはハイライトは、まあ、デリカの40度角度と、まあ、もうすぐ買うし、まあ、なんかそれもすごかったね。あとランクル70、ランクル70っていうかね、あれ乗れたんや、ね、めっちゃかっこよかった、レトロで、うん、ああいうこう昔の引き継いで作ったやつ、うん、かっこよかったね。はい、以上アウトドアジャパンレポートでした。しかも最後にね、なタンブラーまだったよ。2日間開催の中の。ああ。
俺フレックスブースに行ってないわ。これもちょっと行かなきゃね。以上、ありがとうございます。バイバイ。おめでとう。はい。ありがとうございます。行ってこい。ありがとうございます。よし、オッケー。はい。ありがとうございます。よし、ありがとう。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。ありがとうございました。オッケー、ナイス。